すごいです。ここから梶谷、今回チャレンジするのはじゃん、お好感度アッププレゼント企画です。視聴者の皆さんとハッピーを共有できるプレゼント企画やりたいと思います。お昼にやってるポップアップという番組でモヤモヤチャットというコーナーがあるんですね。日々のモヤモヤを視聴者の方とこう出演者の方とで意見交換をするコーナーなんです。そこで私も先日 TSS の公式インスタグラムで私の日々のモヤモヤごと苦手な家事についてアンケートを取ってみました。じゃじゃん。結果としてはやっぱり皆さん掃除が苦手なんですね。いや私もすごく掃除が苦手なんですよ。やっぱり仕事から帰ってきたりどこかから帰ってきて家で掃除をしようという気持ちにならないじゃないですか。もう髪の毛落ちちゃってその毛も掃除をしないので気がつけば床中が毛だらけ。今回のプレゼントはアンケートの結果をもとに掃除に役立つものにしたいなと思いまして、こちらです。ロボット掃除機ルンバです。これもう私が欲しいと熱望しているものなんですけど、これさえあればノーモア毛の海です。私はその時間にアニメを見たりゴロゴロしたりテレビを見たり好きなことをしたいなと思います。当選人数ですが駆け出しのここから梶谷の予算だと1名様になっちゃうんです。でもふるってご応募ください。応募の条件は8月中に放送されるポップアップを見て番組の感想を送ってください。詳しい応募方法はホームページからここから梶谷で検索。それでは今日はこのあたりでバイバーイ。